本当にありがとうございました。俺はまあ全く満足してないというか、昨日のゲームはあんまりね、俺らが本当にもう中断明けからやろうとしてることとは違うと思う。ここからまたジェフ、いわきとね、本当に、まあ、エスパーレベルのチームと戦う、昨日のレベルじゃない、中で、誰がやるのかっていうのをほんまに見せてほしいし、そういう、ね、本当に勇気持って、アグレッシブにやるやつを使っていきたいんだ。ね、そういうゲーム今日は、というところで、しっかりやっていきましょう。さあ、トウヤ行こう、トウヤ。暑いから自分たち苦しむね。自分たちで優位に進めたい。相手も一緒、相手は移動しちゃって言い訳できない。いい90分飛ばせるよね。いい90分行きましょう。キャプテンヒロム、行けば8月全勝したい。そこには絶対ここにいるみんなの力が絶対必要になってます。ここから上に入っていかないと。スタートに出ていく選手がここから必ず出てくるし、間違いなくシーズン最後になってきた時にはここにいる選手たちが絶対チームを救う活躍をする。実際昨日も、ね、松谷、リクが頑張って、今日もリクに助けられた。必ずそれがキーパーじゃなくてフィールドも同じだから。日々やることやる、続けていくことやめずに成長していくことが必ずチームの勝利につながっていくということを信じてやる。それが約束されてるからやるんじゃない、それを信じてやる。そういう時間かかってきます。明日しっかりやってください。以上です。はい、じゃあヒロム、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おはようございます。町田から来ました奥山です。チームに貢献できるように、頑張りたいと思います。マサは呼び名をかぶる方がいると聞いているので、まあ、オークとかで呼んでもらえると、いいかなと思います。よろしくお願いします。僕が、まあ、なぜ移籍したのかっていうところを、まあ、ちょっと話しさせてほしいんですけど、まあ、僕自身2014年ぐらいに、まあ、ドイツに行って、で、まあ、あっちで、まあ、サッカー選手としてどこまでいけるかというチャレンジをしてきたんですけど、同時に、まあ、その時ドイツがワールドカップ優勝して、で、まあ、日本人たちやっちでみんなで集まってどうやったら強くなるかなとか何ができるかなみたいなことをすごく考えてた時期があって、で、僕の中でどこか、まあ、日本と海外をつなぐところで日本が強くなるようなことがしたいなっていうふうな夢を持って、まあ、プレーヤーをやってきました。で、選手としてトップを目指してやっていくってことをずっとやってきたんですけど、まあ、一度日本代表にも選んでもらったりそういう経験もありましたけど、なかなかそういう部分では、まあ、トップを伸ばすことは貢献できず、それで、まあ、大学に行っていろいろ勉強させてもらったりとか、まあ、いろんな経験をする中でやっぱりもう一度僕自身も海外で経験を積んで、その後の人生で、まあ、グローバルで活躍できる人間になりたいというふうな思いを持って、まあ、そんな中でゴルフプレーさせてもらってたんですけど、まあ、ありがたいお話をいただいたんで、まあ、もちろんチームの状況とか、まあ、自
しいと先に準備します。自分に嘘なくこう 100% で、まあ、自分のためにも正しいチームのためにトライできてたかなと思っています。でここから あの3年5年中期長期の計画で考えても、まあ、本当に若い才能ある選手たちがこのチームに多くいるし、まあ、彼らが絶対このチームで活躍してもっともっと強くなっていかなきゃいけないと思ってます。まあ、残り1週間あの僕も全力でやりますし、まあ、移籍した後もあのみんながなんていうか、まあ、相談はないかもしれないですけど、あのなんかあったらぜひ連絡してほしいと思います。残り1週間よろしくお願いします。和樹と話して俺も全力で入りゅうっていうかねしようと思ったけど、和樹の話聞いた瞬間にそれはもう頑張れっていう、ね、本当にもう考えてることがすごいレベルの高い話だし、まあ、そういうこう人生のね大きな目標とか目指すもの海外と日本のこう駆け足になってっていう、そういう今後のサッカー人生を考えた中での大きな決断だったと思うんで、俺もその話を聞いた瞬間にそれは頑張れっていう話しかできなかったです。でみんなでカバーしていくしかないんで、これ本当に危機感を持ってみんなで、ね、やっていきましょう。あの抜けた穴はちっちゃくない、ね、ここあの上本当に上の3つをの背中がだんだん見えてきたタイミングで、これは俺らにこう与えられたすごい試練だと思うし、それはもうみんなが一人一人責任持って、もしかしたらすごい必要なことかもしれない。今から、ね、若い人のようにカズキに話し合ったけど、若い選手たちでなかなかこういつも声出すとかコミュニケーションとかこう、ね、引っ張っていけとか言ってるけどなかなかできない。でもそれね、カズキに頼ってた、カズキがいたから大丈夫だった、それがなくなるんで、みんなが自覚持ってやらないと俺らもね、僕はずぼけていく、ね、ずぼけていく、そこは、ね、意識してやりたいなって思うのと、あとラストゲームになるんで、和樹とのね、この1週間、和樹のね、話もしてほしいし、吸収してほしいし、逆にね、この1週間、負けねえぞ、和樹さん、最後すいません、ね、俺が出させてもらいますっていう気持ちでやんないと、話にならないと思うしね。練習見ながら声も聞いてみたいなと思うことだったら、いろいろメモしたりしてもいいし、考えてみてね。なぜ背番号を14番にしたんですか？すごくいっぱい準備してきてくれたので、ありがとうございます。じゃあ、その質問、いっぱいしましょう。あと、練習を見てて、もっとこんなことも聞いてみたいなと思ったらメモしたりして、組んでいきましょう。おはようございます。おはようございます。暑いね。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。ありがとう、今日はおはようございます。お、頑張ってね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。合計タオルだ。そうです、今日インタビューするんで、よろしくお願いします。はい。
OK です。怖いな。ありがとう。マセさんいつもありがとういつも見てる。見てみて面白い。うん。面白い。あ、これ。難しい。誰がすごい？技術を持ってる選手だから。やっぱり違う。今俺たちキロに立ってるんで、ここはみんなの力でね、本当に、そこに注力して100発で出せるように準備していきましょう。で明日はちょっと強度高くなると思うんで、そこをみんなで追い込んでね、週末向かっていきましょう。毎日勝つ。まあこの1週間ちょっとみんなでなんとか死ぬ気でちょっと勝ち取りいきましょう。お願いします。明日も和樹で散髪に行く勇気が、あ、勇気がね。いいじゃん、切ってもさ、いっぱい生えてくるじゃん。俺らもさ、抜けるばっかり。おい、どういうこと言うの。一回失ったら戻ってこないんだから。焼いた坊主じゃない。いや、OK です。 OK。 はい。あ、もちろん参戦名刺持ってなくて。オーケー選手が試合の時とかに意識していることって何ですか？やっぱり勝負にこだわることというか、勝負の世界なので、まあ内容がどうであれ、最後ホイッスルが終わるときに試合に勝ってることを、まあ、まずそれを逆算して生活することと、まあ、2日前から徐々に気持ちの部分だったりメンタルの部分というところを高めていくことをこう意識しながら試合に臨んでます。前の鹿児島戦でキャプテン、マークキャプテンになってどういう気持ちでした？まあ、やることはキャプテンマークつけるつけない関係ないとは思うんですけど、やっぱりつけることによってやっぱ日頃こう林さんがやってることだったり、そこから見える景色っていうところはやっぱりちょっといつもの試合とはちょっと違ったところがあるので、勝たせたい気持ちっていうところは強くなったかなと思います。なおさら。そうだよね。そのぐらい好きっていうことですね。ちょっとだけお顔見えるかな。顔出せないかな。頑張れ。ゴーケ選手にインタビューしてみましたけど、どうでしたか？すごい優しくて、質問しやすかったし、幸せでした。実際に目の前に来たゴーケ選手はどうでしたか？最高でした。じゃあゴーケ選手にぜひ一言メッセージをもらってもいいですか？ゴーケ選手本当に大好きなので、これからも頑張ってください。じゃんけん大会、皆さんこちら。ありがとうございました。すごく嬉しかったです。ゴーケ選手大好きです。ありがとうございます。バイバイして。バイバイ。なぜメガレタに移籍したんですか？そうですね、応援大きいでしょ、声とか。そういうのもやっぱすごいなと思ったし、なんか去年もいたんだけど、去年1年やってみてすごいいいチームだなと思ったから来ました。ミッド戦でキーパーの股を抜いてゴールを決めましたがね、それは狙っていたんですか？いいえ、狙っていません。本当のインタビュアーみたいな質問が出ました。すごい。子供の頃に好きだった選手は？メッシー選手だったり、ネイマール選手だったり、アザール選手が好きでした。僕もサッカーやってるんですけど、吹っ飛ばされるんですって聞いてみて。吹っ飛ばされるの？そうそう。ご飯を一
ぱい食べな、うん、俺もちっちゃかったからめっちゃ吹っ飛ばされてたけど、いっぱいご飯食べて大きくなったら吹っ飛ばせるようになるから頑張ってご飯吹っ飛ばされる、吹っ飛ばす、そう、お母さんにいっぱいご飯を作ってって言って作ってもらって、うん、いっぱい食べな、はい、そしたら強くなる、うん、でも一つ一つ全部ね優しく答えてくれましたが、目の前の相良選手はいかがでしたか？すごくかっこよかったです。どういうところがかっこよかったですか？なんかもう全てかっこよかったと思う。じゃこれからもいっぱい活躍してくれると思うので、相良選手に応援のメッセージを。今の試合もいっぱい点取って頑張ってください。ありがとうございます。取ります。はい、はい、サッカーをする上で大事なアドバイスもくれましたね。今後どんな風にそのアドバイスを聞いて頑張っていきますか？そのアドバイスを、うん、たくさん使っていって頑張っていきたいと思います。じゃあ大好きな相良選手にぜひ最後応援のメッセージを伝えてください。 J2 の得点王になってください。頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。はい、消えてよ。ボールね。最初はグー。じゃんけん。勝った人、勝った人。はい、3人でじゃんけん。3人でじゃんけん。3分の2だぞ。じゃんけん。はい。最初はグー。じゃんけん。はい、勝った5枚、勝った5枚、勝った5枚。お、少ないぞ。友達ボール蹴ったり、ボール触った。時間が長ければ長くなるほど上手になると思うんで頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。なんで森山監督はベガルタに来てくれたんですか？そうだね。いやでもね、自分もベガルタは昔からね見てて、手倉森監督がやってる時とかから見てて、やっぱりこうなんかこう戦うチームだったし、こうなんか宮城県とかね、あの東日本大震災の時とかもね、地域のために頑張ったりして、こう地域の人との結びつきも強いし、で、まあ、去年とかはねだいぶ苦労したけど、なんかここで力になりたいなと思って、で自分が育ったのが熊本県で生まれたのが、で広島にずっといて、なんかこう似てる感じが、住んでるところも似てる感じがするし、こう都会のさ、俺たち一流クラブだぜっていうような、なんかいい選手がいて俺たち強いぞっていうところにこう噛みつきたい、俺ら絶対お前に噛みついて勝ってやるぞっていうチームが好きだから、そういうチームがいいなと思ったらベガルタが一番いいなと思って、はい、来させてもらいました。呼んでもらいました。ありがとうございます。サッカー選手になるためか、うん、いっぱいしないといけないことがあるけど、今ちっちゃいうちは、まあ、あの早寝早起き、朝ごはんたっぷり食べて、でボール今サッカークラブかなんか入ってるの、ね、やってるよね、やってるの、うん、そしたらねボールを友達でボールたくさん触って、ボールを蹴ったり止めたりする練習したら、ボールを自由に扱えるようになるじゃん、うん、ドリブルしたいです。でボールたくさん触れば触るほど上手くなるから、ボールたくさん触ってご飯いっぱい食って大きくなってください。歯も生えてくるしね。さっきの抜けてるからいっぱい。そうそうそう、ガイガイと。はい、ありがとうございます。はい、チーズ。はい、すいません、暑い中ありがとうございました。どんどんです、暑い中ありがとうね。ありがとうございました。あ、また前ゴリさんこう言ってた、結構前だけど、あ、いやあのね、出たね、あれ暑くていいよね。ありがとうございます。堀さんさよなら。さよなら、堀さんさよなら、またね、応援に来てね。行きます。今日の練習は、ね、久々に44の
こと、これカウンターが課題、俺らカウンターが課題のとこと、やっぱその強度で負けたくない、チームに絶対負けたくないっていうところね、プラス最後ゴール前のところ、奥も入ってきたし、またみんなで、ね、守備のゴール前の守備のところを共有して、逆に攻撃がそこで崩して、俺は1点は入れてるけど、追加点で相手を仕留めるところができてないんで、そこも含めてみんなで、ね、気持ち入れてやっていきましょう。いきましょう。おお、決めるこの2周だと思うんで、これみんなで乗り切りましょう。和樹さん、今日の和樹さん締めは今週全部今日じゃないさ、僕がいなくなった分の声とかをもうその倍ぐらい増やせるように、まあ、一人一人が意識してほしいし、まあ、特に、まあ、若い選手にそれを求めるのはあれですけど、まあ、若い選手からどん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 声出して、もっともっと明るい練習、激しい練習ができるように、まあ、僕も残り数日頑張りますし、みんなでそういう雰囲気作っていきましょう。よし、お疲れ様でした。よいしょ。あ、すいません。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリア、8月の皆さん、はい、まとめました。はい、いいやな、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。8月17日で22歳になりました。もっとチームの勝利に貢献できるように頑張ります。引き続きお願いします。8月30で、今年30歳になります。引き続き日頃よりメディアの視線だったり広報カメラだったりインタビュー取材ありがとうございます。まあ、今後残り11試合あるので全員で戦っていきましょう。1個前で行けよ。近い。
選手同士の、まあ、距離感というか、まあ、つながりというか、そういう面は去年町田も本当に大事にしていたところですし、まあ、そういったところはこの仙台も非常に、似たような雰囲気を感じるところはあります。まあ、J1 で、まあ、本当4試合ぐらいしか出れなかったので、まあ、その悔しさもありつつも、まあ、そういうタイミングで仙台に声をかけてもらって、まあ、もちろん悩みましたけど、まあ、そういう状況でも声をかけてくれた仙台の力になりたいなと純粋に思いましたし、まあ、自分自身も、まあ、長く町田にいて、まあ、この、まあ、31歳という年で、新しいチャレンジができることって本当に幸せなことだなというふうに思ったので、まあ、それも含めて、決断させてもらいました。まあ、J2 でのキャリアが本当に、キャリアの中での大半なので、まあ、J2 のことは、理解しているつもりですし、まあ、去年も町田は、まあ、最終的には結構差が開いて優勝という形だったんですけど、まあ、苦しい、差が縮まって苦しい状況もあった中で、まあ、そういった時にどう振る舞うかとか、まあ、チームの、まあ、結束を高めるのかとか、そういったところを、大事にしてなんとか乗り切った部分もあるので、まあ、もちろん今こうやって上向きで、上に上を食ってかかってやろうっていう中で、まあ、そういう勢いを持ってもっと、拍車をかけれるように僕も、一緒になって頑張りたいなと思います。まあ、残り、少ない期間ではありますが、まあ、自分の持ってる力を、全て出し尽くして、仙台に G1 昇格に貢献できればと思います。応援よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、はい。じゃあ、笑顔で。笑顔。あ、いいですね。そのままですね。はい。もう一枚でーす。はい。はい。笑顔がいいですね。そうですね。いきまーす。はい。もう一枚でーす。はい。はい。はい、チーズ。マセだろ、どうせ。OK です。明日いよいよ決戦ですけど、もう一回今日しっかり、ね、やっぱ試合前日の雰囲気、特にセットプレーで決まる可能性も十分にあるというところで、もう本当練習を短くするんで、しっかりそこを雰囲気も盛り上げてね、最高の状態で迎えるようないい準備をしましょう。行きましょう。フリット使ってテンポ、そう適当っていうかこんぐらいでいいかみたいなところ見たことがない。それは俺すごいと思う。それは真似できない。多分ほとんどの人はそれ勝てない、ね、もう本当ちょっとショートダッシュで試合の次の日の試合ショートダッシュみたいなのが 100% でやってる。これすごいな。で俺育成年代の代表ねずっとやってたけど10年ぐらいワールドカップとかねアジアの最終予選を選ぶメンバーの基準はって言われた時に必ず言ってたことはもう信用できる、もうこいつとだったら一緒に死ねるっていう、ね、そのぐらいのやつを選ぶ、ね、信用できるやつで、まあ、和樹はまあ本当にそういうやつだったかなと思います。本当にね普段のところがもう本当人間性含めてそれがやっぱり自分の成長とかチームへの影響力とかね。だってチャランプランしてるやつがチームに何か言ったって絶対誰も聞かねえじゃん。お前から言われたくねえよっていう話だし、和樹だから多分みんな聞いてくれると思うし、やっぱそういうものを目指していきたいし、まあ、和樹がいなくなったらそれを誰が担うのかっていうところは本当みんなが担ってほしいし、ね、っていうところで最後ラストゲームになりますけども、勝って和樹を最高の、状態を送り出しましょう。はい、以上です。選手のみんなと、まあ、コーチング
入してから、まあ、一番最初は瀬とか小ちゃんとか千葉の後輩がいるなとか、まあ、年齢見ても若いなとか、新しい選手が入って若い選手が入ってで、まあ、僕年も上の方だし、まあ、みんなのなんて言うんだろう、年上のお兄ちゃんじゃないけど先輩としていい背中が見せれればなと思ってやってきたんですけど、まあ、ちょっと熱くなるところもあって、あの特に後ろの選手とか下に結構強いこと言っちゃったなと思ったんで、それはあのごめんねごめんね待ってまああのジョージはあんま聞いてくれなかったです了解ですまあでもあの最後あのいい形でって言ってくれたけど、まあ、おそらく相手の状況を見てもそうだけど、まあ、そんな決して簡単な試合じゃないし、むしろ一番難しいぐらい相手も死に物狂いできて、今回もアウェーに僕のサポーターを見つけてくれると思うけど、まあ彼らの気持ちも背負ってもう試合中本当苦しいと思うけど、なんとしても勝ちをみんなで取りましょう。ありがとうございました。皆さんご無沙汰しております、渡辺光大と申します。ビガルタ仙台で10年間プレーさせていただきました。今はこちらのボンズ市原という市原市に拠点を置いたチームでプレーしています。仙台の力見に来てっていうのはさすがに厳しいと思いますが、頭の片隅にでも僕のことを覚えておいてくれたら嬉しいです。今年ビガルタ仙台が J1 上がること心の底から願っております。仙台頑張れ。今日の注目選手を教えてください。今日も菅田選手です。もう空中戦バチバチ勝ってます。はい。フォルツァ仙台。みんないい準備できてると思うし、みんな自信持ってみんなでいい入りしましょう。よし、よし、いざ。はい、
攻めなかったら、で俺ら未来ねえぞ。俺らも互角以上にボール持って、相手ゴール向かって、ねえ、何人いらっしゃい。今日大事な件だぞ。戦って、全部出し切って、みんなで固まって、一つの塊でね、一致団結、絶対勝ちましょう。いけ、自分たち気持ちやぞ、気持ち。戦うよ。よし。よし。いざ。アイゴ、行きましょう。行きましょう。バブ、アイゴ。そうですね、感じになると思いますね、はい。まあ、昨日はあの上位の清水、横浜、品田縦に送って椿シュート。あー、素晴らしい。さあここはシュートを打っていきます。このボール奥山です。ちょっと蹴り出した中で中島、ゴーケも入っていく。ゴーケ中に入ってシュート入った。電光石火、エロン決めました。今のは見事な、いや見事だと思いますね。いいバランスで千葉も守れてたんですけど、ここですよね。ゴーケの入り方も素晴らしかったですね、はいはい、で佐々木がスライディングしてるんですけど、あの浮き玉でね、やっぱクロス上げてるのがね、非常に良かったですよね。なるほど。で前に、あの日高の前に入ったね、メロンがもう胸で押し込むだけというシーン作りましたんで、はい、もう完全に中のところではエロンがやっぱり日高の前に入れたことは非常に良かったと思いますし、中島豪華で一つずつね、ラインをあの越えていった、これも素晴らしいあのパスワークだったと思います。入った。どうじゃ、ゾーンには入りましたが、シュートは正面林でした。外、他にはこのシュートはどうか。おー、入りました。ゴール向かっていかないと、これもう一点決めないと勝てねえぞ。いい、まだまだ 0-0 の時の気持ちでやっぱゴール向かっていってたよ。これ行こうよ。おじゃ、もう一回チームまとまってね。ここだ、ここ。俺の最後の試合でね、バラバラになるの嫌なんで。Yes. みんなでみんなでもう一回一つなんだよ。いざ。はい、オッケー、そうです。まず行こう。よし、お願いします。エゴも出た。エゴ、これ行きましょう。エゴ、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 エゴ。メロンその後ろ、さあヘディング当ててきました。ヘディング姿です。サレッド中に入ってくる、その後ろです。ヘディングは姿、さあヘッドシュート、オーバーヘッド、中島。
かしたが決めたー。ここはゴーケが倒せる。落としてシュートが入ったしなった。
まあ、森さん、こうやって言ってくれて、まあ、もちろんこうやって負けた試合もあるし、悔しい思いもいっぱいしてるけど、去年から振り返ってみると分かると思うけど、こうやって言ってくれる監督がいるのは本当にすごい貴重だと思うし、すばらしい。ベガルタ世界がどうあるべきか、また言ったのか、一人一人の完成者の人生がなっているのは本当に自身もまた挑戦だし、まあ、言っていることばっかじゃないし、しないこともあるし、大変なこともまあこれは海外に行きたいことあるって分かるけど、そんな中でも俺は成長するために挑戦したい、まあ、俺の背中がどう見えるか分かんないけど、まあ、みんなにはもっともっと絶対いい選手になれるし、もう見つけなくて全然お許しをする気になるし、みんな気持ちを持っていますでも、ちょっと足りないっていうのはやっぱ気持ちとか先に実行してもらいたいと思うのとか最後のところだと思うんだけど、あそこを把握しまって楽しんでやってほしい、それが絶対一番楽しいです。今回の練習試合俺は離れちゃうけど、ずっと結果見てるし、まあ、またいつかどっかサッカー界もどこかで絶対正解すると思って、そんな時にそこのきっかけでやっぱ強くなれたって願っているよ。誰かにこれ自分で自分を変えてぜひお会いします。ありがとうございました。このリベンジ始まってるんで、しっかり気持ち切り替えてやっていきましょう。お疲れ様です。連携自体もそこまで高まってない中で、でもまあみんな本当にいい声をかけてくれてゲームに入ることができましたし、まあ、自分の働きで勝ちにつなげられればそれがベストだったんですけど、まあ、もっともっとここから良くなると思うので、まあ、自分のコンディションとあとはチームに馴染むってところでも努力していきたいなと思います。高い位置を取り数が多分出してくれて、で、まあ、そこから元の動きもしっかり見えたので、分かりやすい動きだしですし、まあ、そこからうまくみんな絡みながら、まあ、エロのゴールにつながったというのは本当に、まあ、いいゴールだったかなというふうに思います。求めるレベルは高いところにあると思いますし、まあ、本当に、まあ、家族が抜けたりとか、まあ、ここから本当に痺れるような戦いが続いてくると思うので、まあ、そこでも、まあ、自分の経験だったり、自分のプレーでチームにちゃんと貢献できるように、またいい準備をしていきたいなと思います。ゲームとフェリーズも嬉しかったです。やっぱ自分のファーストゴールですし、もちろんチームが負けてしまったことに関しては本当に悲しいですけれども、やっぱりアウェイの千葉戦で絶対に勝とうということはみんなで意識しちゃったし、練習してたし、そのためにだけど、しっかりとここはね、頭を下げるのではなくて、自分たちのできなかったポイントを見つめながら、しっかりとホームの弱気戦に、フォーカスを当てることが今一番重要なことだと思います。おっしゃる通りです。やっぱりもっとチャンス作るべきだと思うし、やっぱり2点目、3点目、2点目までは決めることができたんですけど、この3点目、4点目という形で、なかなか決めるのは難しくて、けどもう過ぎてしまったことですし、自分たちができなかったことに関してはしっかりと受け入れながらも、次の予約戦に、いい準備をしてい行かないといけないと思います。背番号32番、奥山正幸です。この度新加入しました。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。